マスク付き編集ボックス。例えばカスタムアップにパスワードを登録するときにそのまま見えてしまうのはセキュリティ上好ましくありません。フィールドのコントロールスタイルをマスク付き編集ボックスに設定することでこれを解決できます。レイアウトモードに切り替えます。パスワードのフィールドを選択しインスペクタのデータタブを開きます。 フィールドの領域でコントロールスタイルの一覧を開きます。こちらにマスク付き編集ボックスがあります。選択します。レイアウトの終了をクリックしてブラウズモードに戻ります。フィールドに入力するとこのようにフィールドの内容がドットでマスクされます。なおフィールドに何文字入力しても確定すると 8つのドットになります。マスク付き編集ボックスコントロールスタイルを設定するとフィールドの内容をコピーすることができなくなります。選択してコンテキストメニューを開きます。カットとコピーがグレーアウトしています。以上のようにマスク付き編集ボックスを使用するとパスワードのような秘匿すべきデータをドットで隠すことができます。